出た Z。 これうちの父ちゃんが昔乗ってて、ほいで俺が親父の Z を借りて乗り回しとったんやけどさ、懐かしいな。当時付き合っているこの島村智子ちゃんっていう子がいて、智子ちゃんのお父さんが部屋に目標を書いて貼る人やったの。おいで例えば、ね、何年までに商売を成功させる、家族の健康を祈るって書いてあって、で、まあ、家行った時にちょっと見たのがフェアレディ Z に乗るっていうの書いてあってそれ知らんとこの車でバーンってトモコちゃん迎えにバーンってパッパッってやったらさ、貴様は何者だって言って切れられたことあった。そんなん知らんやん。だってごめんってお父さん、貴様マジ切れされたもん俺。あ、だから YouTuber が好きな車買った気持ちと一緒やったかもしれんな。お父さんすいませんでした。でも僕の車じゃなくうちの父の車だったんですいません